お待たせ。どうしたの、木島くん。堀江って綺麗だなと思って。またそういうこと言って誘ってんのか。揺れるな、なびくな、たぶらかされるな。はあ、出なさ。ありがとう。何かあったの？今日変じゃない？いや、何もないよ。私たちくらい何もない。え、しまった。その、みやびちゃんが。高岡が？待って、ここでキスのこと言う？私から言うのって誘ってるっぽくない？堀江、何？言ってもどうせ何もないよ。木島は真面目で優しいから。みやびちゃんに木島くんとキスしたか聞かれて、そんなところが好きだし、もちろんしてないって言ったよ。そもそも付き合ってないから質問が変だけど、好きだけど、勉強あるし好きなのに何もないの？木島くん約束してくれたし、私たちって何なんだろう。する予定もないしね。あれ、私なんだか泣きそうだよ。してみる？また。勉強あるもんな。私何したの？ああ、ごめんなさい。あ、いや、嬉しいから。でも約束したのに。うん。俺も約束破ったから大丈夫。ごめんね。もっとしたい。